始めたいと思います。はい、テーマが作家が作品を売ることについて、またその試みということで、2時間ぐらいお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずじゃあ今日の、トークの、出演者のご紹介で、しがりえこさん。よろしくお願いします。私2008年の冬ぐらいから、宮城に、引っ越してきて、でその当時は名取市に住んでたんですけれども、震災後少し時間を経て、県北かな、宮城県北の、小田という町に移り住みまして、でそこで制作しながら生活して、でたまに仙台に来てっていうような生活をしてます。はい、はい、ありがとうございます。じゃ高熊さんお願いします。はい、仙台で、2007年から、古本屋をやってます。で志賀さんとの関わり、2013年に、一度志賀さんに写真展というか、あの個展を店の、あの中を使ってしてもらったことがあって、今回の IBP もそれの、あのご縁で参加させてもらっているのかなと思ってます。今日はよろしくお願いします。はい、はい、私が、この会場になってます、ブックカフェ火星の庭の、前野久美子です。よろしくお願いします。で火星の庭は2000年にオープンして、今年ちょうど20年になります。志賀さんとはなんかその作品とか表現の関わりというよりは、最初うちで置いてるパンとかクッキーを買いに来ててその後お子様がお生まれになって、まあ、私がちょっと前に子供を育ててたとかそういうのもあって、あのママ友みたいになってプライベートの、 あのお付き合いの方が大きいような気もしますけど、でももちろん本屋大好きで 本のお話ししたりするっていうのでお付き合いをさせていただいてます。で、あの志賀さんが去年始めた IBP の参加店の一つとして、やって今に至ってます。よろしくお願いします。じゃあ菊武さん、すいません、ご自身のご紹介と、あの菊武さんのギャラリーのご紹介とお願いします。はい、菊武豊です。はい、自分の名前をつけた豊か菊武ギャラリーっていうのを東京の六本木で2015年からやってます。僕がやってるようなギャラリーは、今同時代を生きているアーティストたちをこうサポートするというか、一緒にこうどういうことをやったら面白いかなとかっていうのをこう考えながら、こうプロジェクトをいろいろ作って、でかつこう展覧会を毎月あの変えてるんですけれども、いろんなアーティストの個展形式が多いんですけれども、で展示している作品は販売してる、はい、その販売した作品でこう、まあ、アーティストがこう生きていけるように、うん、よろしくお願いいたします。今日飛び入りで、あのもうお一方、あこちらにどうぞ。去年仙台市内に新しく本屋曲線という本屋をオープンしました、菅原翔子と申します。志賀さんとはメディアテイクの、メディアテイクの1階にある本屋、今は金入りミュージアムショップっていうのが入ってるんですけど、その前にナディフっていう東京にもある本屋が入っていて、震災前まではナディフが入っていて、その時に会ったのが初めてで、でもあんまりプライベートの交流をその時はあんまりなかった、なくて、まあじわじわと、じわじわとなんか仲良くなっていった感じです、よろしくお願いします。もっと声でかい方がいいよね。そう、あのちょっと聞き取りづらいかもと思って、はい、みんななんかちょっと聞いて、私だけ声でかいから確かに私ぐらいで、はい、じゃあそれか、
まずじゃあ火星の庭をちょっと若干ご紹介します。今店内の風景を見ていただいて、菊武さんいらしたことあるんですか？火星の庭ないんです、すいません、まだ。いえいえ全然、行きたいです。お待ちしてます。いやでもなんかこれを機になんかいいですよね。ね、そうですね、本当、はい、本はまあ8000冊くらいあるのかな。あ、いろいろです。100円の本からまあまあ高い本まで。クッキーとかもあるってさっきおっしゃってました。ああ、そう、あのスペースがあるんです。そうなんです、はい。で友達がパン屋さんをやっていて、そのパンが1週間に1回入荷して、それ志賀さんがお好きなので買いに来てくれる。ここが今あのカフェスペースになってるんだよね。そうですね、うん、はい。ピアノがあるのはライブもやられたり。あ、結構やりますね、はい。じゃあ本題に行きましょうか。はい、はい、じゃあ最初菊武さん少しお聞きいただいて、はい、お願いいたします。はい、じゃあ志賀さんにもともとそのインディペンデントブックストアプリンツエディションをやろうと思ったその経緯とか、うん、そういうその最初の流れをお話ししていただきたいんですけど、はい、お願いします。昔から本が好きで、で母親が家で子供の本の図書貸し出しみたいな、うん、ね、やってるぐらい、うん、子供の絵本、それで、でなんか子供の本研究会みたいなのを友達とかとやってたりとかして、うんうん、文庫活動って言うんですよね、子供文庫。あ、子供文庫なのかな、うん、読み聞かせをしてたのね、うん、ガレージで、うん、でそういうのがあったから自然と、まあ、本は本に囲まれて本当暮らしてたんだけど、でまあまあ読むのも好きだったしなんだけど、まあ結構なんかもう当たり前のことすぎてあんまり何にも思ってなかったっていうのもあったりとか、あとはちょっとなんかもう母親が本ってなってるからちょっともういいかなみたいになってたりもしてたんですけど、なんだけどやっぱりね、一回ちょっと離れたんだけど本から。だけどやっぱり大学入ってぐらいからまた俄然、うん、やっぱ家離れると、うん、本屋さんに立ち寄ることとか、あとはイギリスにずっと、いたので、やっぱ面白い本屋に必ず1日1回は立ち寄ってるような、うん、学校帰りにっていうような日々が続いてて、でだからこう本当になんか、うん、日常の中に本屋さんはもう絶対あったような感じがあったというか、うん、で逆にギャラリーに行くっていう習慣はなかったですよね。なくないですか、ギャラリーに行く習慣って。ないですね、本屋は行くけどね、うん、そうなの、そうなの。 でその辺が、あとなんかこうちょっとこう敷居が高かったりするからギャラリーって、うんうん、だからでもまあ、どっちも好きでしたけども、うん、がぜん本屋さんに行くっていう、うんうん、でその時古本と新刊っていう区別もあんまりなんか意識してなかったから、うんうんうん、だからこう新刊本を扱うような大型書店みたいなのにも当然行くし、うんうん、古本屋にも行くしみたいな、うんうんうん、まあ、とにかく本屋さんが好きだったんですね、ちっちゃい頃から。今に至って、うん、大嫌いだみたいな時期はそんなになかったけど、うんうん、そういうことがあったっていうのがあって、うんうん、でまあ地方に移り住んだっていうのでね、うんうん、で本屋さんは周りにないわけですよ、うん、まあスーパーの中にぶっちゃけある地方っていうかもっと田舎ね、うん、田舎、うんうんうん、で田舎、まあ小田っていう場所が本屋さんが、まあ本当に文房具屋になった本屋さんが一軒、うん、この間あるっていうことを知ったんですけど、本当にこの間数日前、う、うん、でも本売ってなかった、本屋じゃないじゃないですか、うん、なんかこうもう閉めるからみたいな感じの雰囲気だったのと、あとヨークベニマルっていうスーパーに、うん、いわゆるチェーン店の、うん、チェーン店の本屋さんが入ってて、うん、子供本とかもでもあるね、うん、でそこはたまに見るかなっていうぐらいで、
まああとはとにかく図書館、うん、にばっかり行くようになるっていうか、うん、でまあ田舎の場合図書館は結構空いてるし、うん、いいんですよ、うんうん、だからあのリクエストしたりしてもすぐ届くし、うんうん、で結構使ってたんですけど、うん、でまあそれでなんかそのギャラリーでね作品を売るっていうことをあんまりしてこなかったっていう経緯もあって、したことももちろんあるんですよ、うん、あるんだけれども、うん、そのなんていうんだろう、こう馴染みがそんな なかったっていうのもそもそもあるんだけども、うんうん、それでいつ頃かな、いつ頃言い始めました私この話うーん1年2年ぐらい前、ああそうかな、どうでしたっけ、うん、思いついたのは2年ぐらい前かもしれない、最初に、うん、なんか展覧会を本屋さんの中でして、うん、どっちからしてくださいって言ってくれたんでしたっけ、うんうん、あそうですよね、あれ2012年に螺旋海岸があって、うん、でその前ちょっと前ぐらいに多分相談してあ、うん、もしできたらって、うんうんうん、そしたら螺旋海岸忙しいから、うん、その後にっていうので2013年、うんうん、あそうそうそう、それで、うん、言われた時にあ、それがずっとやりたかったかもみたいに思って、うん、それで本屋さんでの作品展みたいな、そうそうそう、うん、そうそうそう、うん、でもそんなことってしていいのかどうかとかもあんま分かんないじゃないですか、うんうん、だからそれはお願いしますみたいな感じで、うん、でその時はもう凝りに凝ってね、その本の中に写真とかが入ってるわけ、うん、でどこに入ってるかわかんないでしょ、そうそう、でたまたまその本を買った人、その、うん、あの写真も入ってるみたいな、すっげえ迷惑だよねそれ、迷惑じゃないけどさ、いらねえみたいな、いや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 、そうそうそう、でもなんかそういう 本棚の間にこう写真があったりとかっていう凝りに凝ったのをやって、ですごい楽しくって、でというよりもなんかこう自分にいや合ってるなっていうか、うん、いい感じだなって思ったっていうのはそもそもあったんだけど、うん、でもそこからそこでなんかこう、うん、まるで常設のようにこう、うん、いや壁になんていうちょっとこうそんなことはお願いできないっていうか、うん、そうか、そう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 、ずいぶん曲がりますもんね、そう、なんか展示って一時的なものみたいなね、うん、なふうに思ってたの、うん、だからずっとあるっていうふうになると、うん、だから本屋さんで展示をするっていうのはまあ夢みたいになってたんだけど、うん、ホテルの一部屋一部屋に展示をするとかっていうのをちょっと夢見てたりした、それでそれをね友人 の、うん、あの写真家の人がやったりしてたっていうのを知って、すごい昔に、うん、かなり面白い、うん、いいなとか、うん、とにかくなんかこうプライベートな空間になった時に、うん、あのギャラリーの部屋じゃなくて、うんうん、そこで寝たりするっていう結構生理的なことをするわけだから、うん、作品の前で、うん、そういうのがいいなと思ってたっていう、うんうんうん、なんかいろんなそういうことがあって、ね、アイディアの種だったんだ、そう、うん、それでそのまさか自分が本屋をねその今住んでるところでできるっていう発想にはならないんだけども、うん、なんかこうどうやったら本屋さんと関わりを持ちながら生きてなんかこう共存していけるだろうなっていうのを2年ぐらい前からなんか考え始めて、それでまあ、地方とか田舎に住んでるからこそそんなにギャラリーもないし、だから自分が本当に毎日行けるようなところでその作品もあるっていう風にして、でいろんな価値観の本に囲まれてるわけじゃない、その作品囲まれることになるから、うん、そうやってなかなかいいことなんじゃないかなっていうふうに思ったりとか、なんかでもイメージで作家っていうのはもうちょっと自分の作品と向き合って、その自分の世界だけの空間で見てもらいたいという欲求があるのかなという気もするんだけどね。あーでも写真集とかの作業をすると本棚の一つに入るわけだし、うん、それ開いた時にはその、うん、作品集っていうような 作品の世界が作れるんだろうけど、うん、でもなんか、うん、あとはその大きなインスタレーションとかね、はい、そういうのは本当に360度のなんかこう体を、うん、の知覚みたいなのが問題になってくると思うんだけども、うん、本屋さんはまた全然それとは違う風に作品を 見たり、うんうん、出会ったりするっていう風にできるような気がして、うんうんうん、
なんか、うん、それはいいことなんじゃないかなというふうに。それ志賀さんが今までやった個展とか見に行くと本当にすごい世界観がバッと出てるじゃないですか、うん、それとこの、ね、今飾ってる実際のこれが火星の庭の作品ですけど、ま、本当に違いますよね、スタンスが。そう、その違いは結構いいんじゃないかなと思って、うん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 、でもこっちがあのお話をいただいてこういうの考えてるんだけどって言ってから結構こちらの感じとしては志賀さんすごくこう手探りっていうか慎重に進めてたなっていう印象もあって、一方では、うんうんうん、そのなんかやりたいっていう気持ちとものすごく慎重に進めてるっていうのがあったなっていうのが、うんうん、もう分かんないからね、うん、やり方だって志賀さんのこうバーッといくねパワーと、うん、あのギューッとまたブレーキも同時にかけるみたいなのが、あでもあれぐらい慎重ですよ私はいつも何事も、ね、おせおせに思われるけど、うん、そうですね、でも最終的には押してるから、うん、結構おこがましくない、その辺が、ね、押して引いてのあれがすごいどっちなのみたいな、うん、あとその本屋さんに実際話す前にいろんな人に相談した、うんうん、あそうなんだ、こうやってこういうこと思ってたけどどう思いますかね、うん、みたいな、あそうなんだ、そういろんな人に相談しました、どういう意見あったんですか、いやいいんじゃないみたいな、うん、なんかいいと思うっていうのはすごい多かったです、うん、あそうですか、うん、そのアイディア聞いた時どうでした、最初高隈さんはこの IDP の、あ、うん、あ、うん、面白いと思いましたし、うんうんうん、もうちょっと声を、ああそうですか大丈夫ですか、はい、聞こえます、すいません、はい、今聞こえます、あ、はい、いや、あの、いや単純に面白いっていうのもありますし、うん、あの 本屋やってる側としても、うん、あの普段写真集で見てる本あのものを、はい、まあ、さあの壁、その本屋で、うん、壁で見られるっていうのも、うんうん、単純にありがたいっていうのもありますよね。で、以前にその志賀さんにうちで展示してもらった時は、うん、はい、まあインスタレーションっぽく、うん、あの至る所に、うん、あの貼ってもらって、うん、で今みたいな形で一点を、うん、あのそっと飾るっていうスタイルではなかったんですね。なのでそのあの以前とはまた違う展示の仕方っていうのも個人的には、うん、の面白いなと思いましたね、うん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 、心配なこととか何かそういうのはない、心配なことっていうと、まあ、うーん、特にないかったかな、あのその1回展示してもらったこともあったので、はい、あの大体お客さんの反応っていうのも、うん、あの分かってたので、まあ、うん、その撮られたりとかっていうのはないだろうなとか、うんうん、あ、はいはい、うん、心配はないかったかな、うん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 、いやなんか本屋ファンとしてはさ、うん、その閉店後に本屋に行けるとかすごいどうしようなんかこうなんかこう本屋に本を買いに行ったり見に行くっていうのとはまた違う理由で行けるのってすごい嬉しいことなの、うん、あ、そうなんだ、すごいワクワクするっていうか、だからなんかこう本、そのなんて言うんだろう、こう営業時間外に行けるってこと、うん、そういうのとかもすごい楽しいしこんな話あれなのかもしれないけど、舞台裏を見たいみたいな、そうそう、なんかね、舞台裏を見たいっていうよりも、うん、なんて言うんだろう、そこでプライベートな、本当にプライベートな時間を過ごせる感じっていうか、うんうん、まあ、結局ね自分家だと思ってるんですよ、よく来るお客さんみんなそうだと思うけど、だんだんその都市に住んだりするっていうことって、うん、なんか自分家はこんなちっちゃいんだけど、うん、こう、うん、毎日行く店とか、うんうん、自分近すぎじゃないですか、はい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 、そうやってその都市に住んだりするじゃん、その自分の場所なんだね、そう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 、私の場所なんだ、うん、そう、はーはー、かつサードプレイスとして機能するっていうか、だからなんかそういうふうに、うん、なんかこうどういうふうにつながりを持っていくと、うんうん、で結局その 作品のことばっかりやってると一つの価値観とか、うん、多様ななんかこう、うんうん、考えを、うん、を持とうというふうに思うんだけども、うん、結局こう最後はグーッとなっていくから、ね、うんうんうん、だけど本屋さんって本当にいろんな
いろんなその、うんうん、あのこう何、うん、考えなり、ね、考えなり、うん、人生なり、うん、なんかいろんなものが詰まってるから、うんうん、そういう場所に、うん、そういう場所でなんか気づくものってすごくたくさんあるなと思って、うん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 、まさにそうですね。そうそうそう、だからなんか本屋ファンとしては、うん、あのたまらないことなんだよね、うん、そう言っていただけるとね。そうそうそう、うん、あとやっぱりあの久美子さんって、結構私最初に来た時にでも本当にお客さんとして来てて、うんうん、でもなんかすごいオープンで、でこれ本当に仙台結構特有なことだと思うんですけど、本屋さん同士がすごい付き合いがあるんですよ。うん、で本屋さんでライブがあると他の本屋さんも来てるとか、その、うん、例えばじゃあ久美子さんのところに海外からお客さん来ましたってなると、久美子さんがじゃあハイマゼランだ曲線だって連れて回るみたいなこととか。おせっかいおばちゃん。いやいや、そうそう、でなんかそうそうじゃんそうそうそうって言っちゃうけど、いやでもなんかここまで本屋とその一つのその町でその全然違う商売をしてるのに、うん、まあ、もっと言うと商売敵であるはずなのに、うん、こんなにこの本屋と本屋をつなぐっていうのは、つないでるところってあんまりないんじゃないかなと思って、普通だと思ってた。そうだから、なんかそれで結構、うん、あのこのつながりがあってこその、まあ、あの こういうことがさせてもらえるっていうのは、うん、すごい面白いことだなと思って、うん、多分仙台の街っていうのがコンパクトで、あの歩いてたりするので回れるじゃないですか。それでその今日メディアテイクさんのこの企画じゃないですか。そういう行政とあとはメディアとかがすぐそばに NHK があったり、あのすごく近いんですよね、うんうん、お店やってる人、メディア、行政、あとお客さんっていうので、うん、みんなが近いからやっぱりいつも顔を合わせて喋ってるから、おのずと別に仲良くするっていうつもりなくても会うし話すしってなりますよね、何かすると、うん、で多分もうちょっと大きい町になっちゃうと、その全体としてのパイは大きいんだけど、じゃあ自分の分野だったり自分のやってるとこっていうのは意外と予想なんだけど、あんまりこうポン と突き抜けないっていうか、うん、全然違うジャンルの人と会うとかっていうのは、うん、意外と大都市になるとかえって難しくなったりするところがあるんじゃないかなっていう、うん、まあでもそれ5割かな久美子さんの性格っていうのはすごいある気がする、ね、いや震災の時にさ、うん、ここにあれ、うん、高久さんとかもみんなで震災後のこう不安な日々を、うんうん、ここで寝泊まりしてたんでしょ。ここでそうプチ避難所になってたんです、うんで床に布団を敷けるだけ敷いてみんなで雑魚寝して陽平くんはご飯だけ食べに来た。いいとこ取りしてた。泊まってけばよかった。そう、ね、そうだからそういうなんかいい空気もあるなというのはあります、うんもうでもこれで2時間話せるけど、うんね、まあでもちょっとあのきっかけはいっぱいあるよね、うん、そのもののことについてもお聞きしたいんですけど、うん、その志賀さんの作品集も何冊も出てて、その IBP で展示してたり選んでる作品の選び方というか、うんうんうん、それはどういうことですか。いやなんかね、あの本屋さんの店主ってすごい変な人多いんですよ。それで分かると思いますけど、菊田さんなんかすごい親近感をっていうか、そうだ、こんなにも、いや一律して変人っていう感じじゃなくて、うん、それぞれ変な人が多い、なんかこう例えばどう、いや例えばなんか、うん、まあ、久美子さんもそうと、いや私とかあれだと思うけど、いてでもなんかこうちょっとやっぱり独特な人多いっていうか、でそういうのすごい好きで、うん、で選ぶ作品もやっぱり全然違うっていうのがあって、うん、だからまあ、できれば本屋さんに選んでもらって、うん、でちょっとこう私こう思いますみたいな風に言うっていう、うん、そうするとやっぱりそこでその自分が買い付ける本を選ぶ時のような感じになると思うから、うんうん、いいなと思って、うん、だから展示してる作品も志賀さんが選んでるっていうよりはもっと本屋の店主と、うん、そうそうそう、うん、それがいいと思います。話してるっていうことなんですよね、うんうん、それであのお二人にお願いしてるのがその作品についてちょっとこう、うん、一言
言葉をつけてもらうという、うん、でそれをそのあのちっちゃいこの本、うん、あれちょっとこういう本があるんですけど、でここにそのインディペンデントブックスタープリントエディションとはみたいな風に書いてあって、うん、で参加書店ですとか、うん、額の裏がこうなってますとかっていうのの中に、あとはまあプライスだったりとか情報、作品タイトルとかな、まあその中でそのこれは例えば久美子さんの作品に対するコメントみたいな、うん、まあ、言葉、詩みたいなものですよね、うん、を書いてもらうと、うん、なんか余計、うん、面白い店主の人の考えみたいなのが全然違う角度から触れられるから、うん、私はすごい面白くってっていうのを、うん、ささやかながら ね、うん、でこの本も火星の庭の古書をリメイクして志賀さんがこれがキャプション代わりになってますよね、うん、マゼランはあのマゼランでお父さんお話ししてっていう絵本だったりとか、あとは曲線さんは、うん、そう存在の耐えられない軽さっていう、うん、あの故障でね、うん、を使ったりしてるという。で展示してる作品そのものも、うん、志賀さんが額装を考えてるじゃないですか、一点一点、うん、その一点物っていう言い方してるけど、そのユニークピース、うん、っていうことを考えたっていう、そのなんか理由っていうか、あ、ユニークピースってありますよね、そもそも。あります。うん、そういうなんかが考えみたいなものがあって、うん、で例えば写真とかだと、うん、あの何枚でも焼けるじゃないですか、うんうん、そうですね、まあ、それを制限して値段をつけるっていうことだから、うんうん、で例えばじゃあこれは5つエディションがあります、うん、1枚の写真は5枚以上は焼きません、うんうん、けどユニークピースに して、うん、まあもう1点ありますよとかっていう、うん、でもそれはユニークじゃないとユニークピースとしてはあれだから、うんうん、だからこの IBP の場合は、うん、額と写真はもう絶対撮れないようにもうミス止めしてあって、うん、で額の裏に、うん、あの絵が描いてある、落書きしてあって、うん、で作品が描いてあって、うん、作品名が描いてあって、うん、これはいつかとかどの本屋さんに向けて作ったかみたいなのを、うん、こうあの、うん、取れない絵の具で、うん、描いてるっていう、うんうん、それでまあユニークにしたらいいんじゃないかなっていう、まあ、そういうことでした、うん、一点一点額が違うから、今回のもすごく、ね、見たことない感じの額装ですよね、うんうん、そうだ、いや額は面白いですよ、やっぱ、うん、だけどやっぱりあの難しくもあります、うんうん、いきなり凝っちゃうと、うんうん、額の方が素敵だったりするから、であんまり額を私使ったことがなかったので、あの写真の展示では、うん、だけどここの IBP では、うん、あの額をどうするかっていうのは、うん、一つ楽しみではある、うん、なんか窓枠みたいに見えるといいなと思って、うん、本屋さんの、うんうん、あ、うん、まさにまさに、うん、はい、まあ、だいたい30分経ったんですけど、じゃあ今度高熊さんとかあの私たちに志賀さんが質問をあれば、あ、ね、はい、じゃあ、うん、久美子さんが、まあ、なんで本屋をやろうと思ったのかっていう質問ってさ、うん、結構長い話になるよねでも意外と一言だった。あ、そうだよね、思いつき、思いつき、いや、そうなんだけどだけどあの久美子さんの場合は、うん、なんか、うん、その前がね、感性がすごいじゃない、なんか、青森になんか、うん、なんだっけ、斜陽館に勤めてそこから世界一周してでブックカフェに出会ってみたいな、すごい短く言ったけどそれ で仙台にこう、うん、戻ってきてね、うん、でなんかすごい波乱万丈だなと思うんだけど、はい、うん、うん、だからこう思いつき、とはいえその前振りがね、うんうん、そう、最終的にそこに行き着いちゃったっていう感じですね、うん、だからなんか、うん、あの
火星の場合は、火星の場合はなんか割とアクティブな感じすごいして、まあ、久保さんがほとんどアクティビストだから、うん、本当にその、ね、あの政治の話もそうだし、うん、お金の話もそうだし、他いろいろすごいオープンにして、うん、でかなり議論がちゃんとある場所だなと思ってるから、うん、その辺はなんかすごいなと思って、うん、まあでもその最初が思いつきっていうのはすごい素敵なことだと思います、うんうん、思いついて4ヶ月でオープンしたんですよ。うん、火星の庭をやろうと思って、うん、そう、それで1999年でミレニアムでなんかもう仕事辞めようと、勤めるのは辞めて開業しようと思って、次の日から物件探しに行って150件ぐらい物件見て、仙台のそれで足で見に行ったの。昔ネットないから、1999年、そうか、そうか、だから不動産情報とあとタウンページの不動産情報を見て、片っ端から電話して、で150件ぐらい物件見て、本当にないなと思った時にこの場所を歩いてて見つけて、で電話をしたら空いてると、本屋さんやってもいいってなって、次の日大家さんに会ってっていうことで、1ヶ月後くらいに契約して、でどんどん家賃も発生するから慌ててね何せ、うん、で始めたら陽平くんがフラッと来て古本屋やりたいって言って、その頃学生ですか、うん、そう、2000年でしたっけ、開いたの、はい、2000年と僕大学卒業したのは2000年なんですよ。あ、そうなんだ、火星にはだからもうすぐ来てたよねではないと思うんだけど、ただ働いて、それから僕2003年まで働いてるんですけども、そうですね、働いてる時には来てたんですね。で、うん、働いてる途中からちょっとアルバイトみたいな感じでこっちに入らせてもらってっていう形でした、ね、うん、出産になってそのタイミングで陽平くんが古本屋やりたいと思ってるから働かせてって言って、うん、あ、ちょうどいいと思ってでも古本屋やるのはどうかなとは思ったんでね、いいところで働いてたから ね、 ね、あ、でも勢い止まんなかったって話、ね、止まんなかった、もう絶対、うん、2回目にはもうやめたって言ってきたもんね。なんでなんでやろうと思ったの。いや、そんなことない。いや、本が好きだったからではなくて、いや、でも僕もそれこそ富子さんが旅行の途中でブックカフェに出会ったっていうのと同じで、うんうんうん、やっぱり火星の庭もあるし、うん、あとブックカフェ何軒か行ったことがあって、うん、はいはい、あ、こういう形面白いなと思ってたんですよ、うんうん、でちょうど僕は図書館に勤めてて、うんうん、で図書館の出張で著作権講習っていう形で、はい、東大で講習があったんですよ。東京に出張行った時に、うん、当時まだ西荻窪に、一応日本で最初のブックカフェで歌ってたようなブックカフェがあって、うんうん、はいはい、そこに足伸ばしたり、あといろいろ回ってて、うん、興味が湧いて、うん、っていうのがまあ一番大きいのかな。だから当時の職場には感謝という。ああ、その出張うん、そうだよね。でも陽平くんは開業まで結構お金貯めたりなんかって言って、そうです ね、準備期間はそこは違いましたね、うんうんうん、でもやっぱ始めようと思ったの25歳とかでしょ。そうなるんですね、すごいね、若かった、若い、今考えると、でも本重たいしさ、うん、若くないとさ、そうだね、いや本当に重いんじゃない、毎日マゼランの、ま、マゼランの店の前ってダーって並んでるんですよ、段ボールで、うん、あれだけでも結構なエクササイズあれさ、外に何百冊あるんですか。数えたこと1000冊ぐらいあるんじゃない。あ、ひょっとしたらあるかもしれない、ね、段ボール20箱ぐらい並んでるんですよで雨降ったらうわみたいな外行って、そう、すごい、やっぱりそういう意味では陽平くんの店にかけるすごいよね。いや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 、気持ちがね、情熱たるや、はい、いや、ほんで、うん、まあこれ今回コロナになって、で久美子さんが結構その店やっぱみんな閉めてたから、
だけどやっぱ本屋の明かりを街から消したくないんだよねって言ってたのはだいぶ私は心に響いたんですけどなんかそういうことをポロッとなんかこう言うので、だからあのなんて言うんだろう、本屋が好きだからとかって私もすごい軽く言ってますけど、あのうん、やっぱりあるとないとでは違うような気がするな、ね、私もですし陽平君も3週間ぐらい休業要請が宮城県から入って休むことになったじゃないですか。でそれが知れ渡ってあの常連のお客様がいらして、うん、高齢の男性なんですけど、最後お会普通いつも通りお会計してこう去り際に困るんだよ閉められると行くとこないからって言って叫んで出てったのと思って困るんだよって言って、いや困ると思う、なんかそれがやっぱ私もじんときた、なんかねそれまで全然喋ったこともなくて寡黙に淡々と本買っていかれるお客様だったんだけど、捨て台詞みたいにして言ってたから、うん、そうだから 何か役割がある、あるんですよね。あのそんなにこうなんて言うんだろう、こう必死になって何か探すとか、うん、それはあんまりしないでしょ本屋さんで、うんうんうん、なんて言うんだろう、こうなんだろうな、なんだと思います本屋に行くっていうことが、でつまり本とは何かみたいなことなんだけど、なんかちょっと全然違う話していいですか、うんうんうん、なんかあの本が すごい好きだみたいな風に言ってるし、本がをこう信じて疑わないみたいな、うん、私子供の頃から母親がそうだったから、うん、すごい刷り込まれてたんだけど、うんうん、で今もまあその気持ちは8割方あるんだけど、うん、なんか結構前なんだけど、ホカリ・ミノルっていう、うん、あのもう亡くなってしまったんだけど、うん、文化人類学者の人が、うんはい、ラディカル・オーラル・ヒストリーっていう、うん、オーストラリアのアボリジニの人たちのところでフィールドワークして、うんうん、その一冊を書いてもガンで亡くなっちゃったのかな、うん、若くしてかなり亡くなったっていう人がいて、でそこでそのアボリジニの人たちに、うん、そのいわゆる西洋の、うん、とにかく、まあ、攻め入ってきていろんな風に結構めちゃくちゃにされて、うん、自分たちのその暮らしもなんかこう剥奪されていくっていうような、うん、こうアボリジニの歴史があるじゃないですか、うん、でそこでねその何がいけないかと、うん、彼らの、はい、でその彼らは、彼らっていうのはそう西洋の人たちね、うん、攻め入ってきた西洋人のことを、うんうん、彼らは紙に文字を書くだろうって、おうおうこれがこれがダメなんだっていう、そういうシーンがあるのね、うん、それを、うん、その話をホカリさんにしてるっていう、うんうん、なぜなら、うん、ここに南、北、東、西って方角を書いて、うんうん、書いても紙に書くから、うん、それがこっちに向いたら、うん、方角が変わってしまうじゃないかと、おだから言葉とか、うん、絵とかっていうのは大地に書かなきゃいけないんだって言われて、そうじゃないと意味が変わってしまうっていうのよ、うん、それですごいねそれ、そうそうそう、で何をそんなって思うんだけど、うん、そのシーンがすごいすごいなんかこう強烈だったっていうか、でもものすごいそれ言葉の信頼じゃない、逆にすごくそう、なんか絵とかそういうものは、うんうん、絵とか言葉っていうのは、うんうん、大地に書かないと意味が変わっちゃうっていう、でもさ、うん、本って、うん、その誤読されて、うん、その誤読されて、誤読されてな、うん、そのなんていうの、その読み手に、うん、乗り移った時にどうなるかっていうところに、うん、その真髄があるし、うん、そう伝わるっていうことだから、うん、でこれ実は頭を抱えたっていうかさ、うん、それを見た時に、うん、その、うん、何でもかんでも本がいいとかっていうのってやっぱり近代であって。うんうんうん、それ以前のそのことを考えたりすると、うん、もしくは自分たちがそのなんていうの、失ってきたこととか、うん、結構いいように解釈したりとかっていうのって、うん、まあ一つ、すごいね、そういう、それね、そうそうそう、そういう意味もあるなと思って、うん、でもそのホカリさんはそれでもなお本を出版するわけ、うん、最後ね、うん、そうだね、そうそうそう、もう死んじゃったんだけど、うん、その出版する直前に、うん、だけどなんか
そこに第一に文字や絵を描くアボリジニの人たちと紙に書いて本にして世界中に流通させてっていう、そのなんか2つのこの流れ、そうでもそれってさ引き裂かれているように見えて、でもなんかどっかでこうつながっているような感じも しなくもない、そのここまで本に情熱を傾けて、そのいわゆるなんだっけ、でもそういったアボリジニの大地に書くっていうことも引き受けて本をそれでも出すっていうことだから、そう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 、ね、うん、多分だから単に安易に本は素晴らしい、本屋はいいっていうのは弱いじゃないですか、説得力として、うん、それはだからそのアボリジニの言葉まで引き受けてやるかっていうのを自分に問うてるわけでしょ。そう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 、そうなの、そうなの、で それがあってのみたいなことだと思う、だからなんかそこからだから、まあ、そのアボリジニの人たちがその大地に書いたり、いろんなその古代に住んでた人たちが何に書いたかわからないけど、うん、石に書いたり、うん、いろいろしてたところから、まあ本が始まって、ね、で元々そこからね、それがその、うん、本みたいなのが焼かれたりとか、うん、で検閲とか、うん、本を読んではいけないとか、ね、なんかいろんな歴史があって、うん、で逆にほら歴史修正主義が出てきたりして、そうそうそう、うん、ヘイト本が出てきたりっていうのもあるから、うん、もう本ならいいよねっていうのは全然言えないような状況になってるわけでさ、いや本当にそうなんだけど、だからそういう中で、だからいいようにも悪いようにも使えてしまうんだけれども、でもやっぱり私から見ると並々ならぬ情熱をこの本にかけてる人たちが身の回りにいるから、だからなんか それはなんかやっぱりなんか抗ってる感じはする、なおその近代イコール本であっても、でもなんかこうそれにも抗うみたいな、なんか一周回って、なんかこうどうですか高熊くん、そういう本屋愛に対しての、いやでもなんかそうそうそうなんでもなんか、ね、そうなんだよね、本ね難しいんだけど。志賀さん自身はそのアボリジニーのその大地に刻むっていうのはどう思うんですか？あ、なるほどなと思った。だよねと思った。なんかこう確かに、で私ねその本はすごい好きだったんだけど、物語っていうのがものすごい気持ち悪くなった時期とかがあったりとか、あとはその言葉をあんまり信じれないみたいな時期もすごいあったっていうのは、本とか物には囲まれて暮らしてるんだけど、いざ自分の口から言葉を出して自分の気持ちを伝えようとするとこううまく言えないみたいな、子供ってそうじゃない、うまく言えない、うまく説明できないし、まあいわゆるディスカッションというか議論ができない、こう思いをぶつけ合ったりっていうすることがあんまりできない人だったから、だからその写真っていう目に見えるっていう言葉がないっていう世界にこう没頭してたっていうのはあるんだけども、そのでもそういう発想はなかった、言葉自体をその大地に書いてある絵とつなげて地面に字を書くみたいな、なんかそういうものとして捉える発想なんか全くないから、その私が生まれ育った環境からして、だからなんかこうそりゃそうだよねって思った、意味変わるじゃんみたいな、そうだね、だからいやすごい、だからそれはすごいすごい新鮮なことだったし、全然馬鹿げたことだと全く思わない、もう本当にそれがそもそもそうだなと思う。言葉っていうのがその鍋とかあのフォークとか例えば衣類とかそのぐらいの道具としてものすごい見てるんじゃないですかね、アボリジニの人たちが、やっぱり南とか北っていうのは精神に関わるぐらいもしかして大事で、南に行ったら森で北に行ったら川かもしれないから、それを南だ北だってぐるぐるするんだったらもう川に行けないし森に行ったら危ないしとか、そういうので絶対大事なんだと思う。で誰に聞いても方角をぴったり言うんだってみんな、そんな知らないのに、それをこれはい地図って言われてどっちが上よ下よってなったら多分大変だよね。あとその歌がすごい 大事だから、そのソングラインっていうのがあって、でその記憶とともにその大地にこう刻まれてて、それをこう
まあ、だから移動、自分が移動するってことも大事。あ、結局そのソングライン、うん、自分がその何つうだろう、こう言葉っていうものが本になって流通するっていうよりは、うん、自分が移動する、うん、そのなんかこうあの、存在になる、うん、なっているっていうのがすごい。自分自身がもう 本というか、そうそうそう、言葉の集積で、言葉っていうか、うん、そういういろんな情報とか、うん、その、うんうんうん、でそれが体から離れちゃうとめちゃめちゃ不安になるんでしょうね、うん、でもちょっとその本、うん、もっと読んでみて。分かったいや、いやそれで、うん、なんだっけ、そう、そう思ったなるほどなと思いましたあとじゃあ本屋さんの話として、実際置いてみて IBP やられてみて、うん、その反応とか、その店に立ってみての感覚というか体験みたいなので、何かこうやってみて感じたこととかあれば。まあでもやっぱり写真見に初めて来るって人はいたっているし、うん、あのそれはそれで新鮮ですよね、うん、あのでまあ逆にあのとこんなところに写真あったのっていうびっくりされる方もいて、うん、反応はまちまちですよね、うん、いろんな人はいますよね、うんうんうん、特に気にも留めない人もいるしね、絶対見えてない人もいるし、あの本見に来る人って本当にほんの背拍子しか見えない人は結構いらして、うん、あのあれコーヒー出してたのとかって、うん、メニュー表あるのにとかと思うんだけど、あ、そうなんだよね、方もいます。まあいろいろなんですけどね。ただでも本屋さんのお客さんってそれぞれ違うと思うけど、うんうん、もうガンって本メインに来る人と、うん、そのコーヒー飲む人とかってどんぐらいの割合なんですか？うんうん、うちの場合だと割合ってその売上の割合ってないですよね。その人の、うん、なんか流れ。人数的には7、3ぐらいで本が7なのかな。やっぱりじゃあ圧倒的に本が多いね。でも、うん。時々でも本当にそんなしょっちゅうではないんですけども、あのまあ志賀さんの写真、あ、志賀さんのことを知ってる人はその写真についても話になるんだけど、うん、知らない人でも、うん、やっぱり何だろうと思うらしくて、うん、展示してあるのを見て、うん、聞かれるし、うん、あの何て言うんだろう、まあ、写真が話題になることは時々はあって、それはうん嬉しいですね。やってみて、うんうんうん、マゼランの展示品はすごい売れるじゃない？すごいって。ね、まあ、なんか魔法かかってんのかなと。なぜかそうですよね、今のね、うん。何が売れるかって分かんないよね。全然読めない。うんね、なんかこういうのがいいだろうって思っても、うん、選ぶものって全然違うから、うん、そうなんだよね。久美子さんどうですか？どんなお客さん？てて、私なんか展示だけして帰っちゃうから、すいませんっていう感じなんだ。なんか毎回来て本は いっぱい見ていくんだけど、一冊も買わないお客さんっていうのがいていらっしゃるんだけど、ずっと見るだけで買わないみたい。でもある日志賀さんの写真に気がついたかなんかで、初めてカフェでお茶したんですよ、この人、そしてじーっと見てるの。でそこからお茶飲んだりするようになったわけ、よかった、よかった、そんなことがあるんだ。そう、はい、男性ですよ、こういうの。なんかね、多分予想だけど見直したんじゃない、うちのこと、まあ、こういう作品を置いてみたいな。だからね、ちょっとね嬉しかった、それ、っていうのはね、変化ありますよ。すごい、あとやっぱり展示変わりましたって言えば、あのすぐ見にいらっしゃる方が何人かいらして、やっぱあの美術手帳のウェブサイトに載ったのも大きくてっていうのはあります、一気にね、個人的にはさっき窓を増やしたいと思ってって言ってたように、私もなんかやっぱりね、こう空間は物理的には変わってないんだけど、作品を置くことによって、なんていうかね、こう
なんだろうな、不思議な力があるっていうかさ、うん、本ってもうちょっとさ、古本は特にそうだけど、棚に収まってる時って眠ってる感じなんですよね。でお客さんが手に取って開くと起きるみたいな、だから普段ひっそりしてるんだけど、やっぱ作品って生きてるっていうか、もうちょっとね、なんかね、発してますね、やっぱり。それはすごい感じて、だから うちのようなやっぱ古本屋にはすごくありがたいですよ、それで。うん、息してる感じがして。いや、私一日店長さんしないとダメだ。そうだね、やってもさ任せちゃってみたいな。店長ね、コーヒー出られる？激マズのインスタントコーヒーを。インスタント。まあ好きなの出してください。飲みたいもの。はい。いやでもなんかこんなコミュニケーションはあんまりない、うん、そんなに、そんなになんて言うんだろう、こうコミュニケーションが、コミュニケーションっていうかやり取りが増える、うん、実際、うん、そうするとやっぱりあの関係が密になっていくし、うんうん、であの売り上げをね、この仙台に限ってはその売り上げをどっかの1店舗で売れたらシェアっていう風にしてるんですよ、うん、そうなんですよね。で最初はそれしなかったんだけど、2店目からそれしたらこうやったみたいな、みんなで盛り上がるみたいな。それささやかっていう、やっぱすごい画期的だと思うよ。なんでマゼランで売れたのがうちがもらえるの。いやそれはすごい楽しいことだなと思って、うん、いやいやもう常識破りだね。うんうん、すごいね。みんなだから他に本職を持ってるので、本屋だったり、私は写真家だし、うん、みんな本職を持ってるから、うん、このこれだけで生きていかなきゃいけないみたいな風ではないから、うんうんうん、おのずとささやかに なるんだけど、うん、そんなにこう、あの、なんていうの、あの、かそこまで生活の中で関心をこう 100% つぎ込めるわけじゃないから、うんうん、でもその、ね、感じがね、また新鮮ですね。 それで時々売れたよって言ってお金持ってきてくれるじゃない。でもすごい新鮮。何にもしてないけどお金もらえたみたいな。これ何みたいな。でもそれで共存していけたら、私はそれで制作費を稼い で、うん、でとにかくそのなんつうんだろう、こう、うん、作品にまた戻していくし、うん、結局本屋の家賃に なったりするわけだから、だからそれがこうつながりでね、うん、本屋を、うん、あの潰れたらいかんと思います、うん、本当に私も困るっていう、うん、そのおじさんの叫びは、うん、だからなんか、うん、本屋さんが どんぐらい大事なことかっていうのは、あんまり本屋に行かない人もいっぱいいると思うけど、うん、あるかないかでちょっと違うような気がするっていう感じはあります。うん、なんだろうね、その他の場所、そのね、ギャラリーと本屋との違いは何だろうとかっていうのもあったけど、ね、あ、そうね、じゃあまあ毎日行くか行かないかっていうことなのかな。あと一個思うのは、なんか意外と本屋ってその買うもの決まってなくても行くじゃないですか。何があるか分かんなくても行くっていう、その喫茶店も必ず座ったら何か必ずオーダーするしお金は使うけど、本屋は行ってお金使わないで出てけるじゃないですか。あんまりそれを許される場所って少ないですよね、公共の施設以外はなかなか。でも本屋ってそこで待ち合わせしたり時間潰したりっていう、多分行って買う人って半分以下なんじゃないかな。あとやっぱ価格帯はありますよ、うん、その、そうですね、100円からあるっていうのは、うん、いい、うん、そして自分の持ってる古本まで売れるわけでしょ、うんうんうん、すごいじゃない、その、うん、仕組みね。仕組み、うん、もうどんどん増えていくから、そうじゃないと、うん、でそれをなんかこう、うん、フローしてる感じが、うん、いいですよね、とっても、うん、じゃあ休憩なしで、たくさんごめんなさいね、ずっと聞かせっぱなし。いやいやいや、もう超楽しい。じゃあ、聞きたけさんのお話にね、3部入りたいと思います。はい。はい、じゃあ、聞きたけさんすいません、ご自身のご紹介と、あの聞きたけさんのギャラリーのご紹介とお願いします。聞きたけ豊です。はい。自分の名前を付けた豊か菊竹ギャラリーっていうのを東京の六本木で2015年からやってます。で、まあ、
あのギャラリーってなんじゃっていうところがあるかもしれないし、さっきあの敷居が高いとか入りづらいっていうのは本当あると思うんですけど、まあ、あのギャラリーってこういろんなこう僕がやってるようなギャラリーは今同時代を生きているアーティストたちをこうサポートするというか、一緒にこうどういうことをやったら面白いかなとかっていうのをこう考えながらこうプロジェクトをいろいろ作っていて、でかつこう展覧会を毎月あの変えてるんですけれども、いろんなアーティストの個展形式が多いんですけれども、で展示している作品は販売していると、はい、その販売した作品でこう、まあ、アーティストがこう生きていけるように活動しているっていうのがギャラリーですね、うん、であとは僕はあのギャラリー始める前から出版をやっていて、本が大好きで僕も、はい、であの志賀さんと一番最初に会えたきっかけっていうのも、あの僕シックっていう、はい、あの雑誌を作ってるんですけれども、あのシックを始めたのが2014年かな、うん、と思います。でその前にキョークっていうあの雑誌を2号だけ出したんですね。で今まだちょっと3号を作る気は満々なんですけど、で、1号が2011年の夏に出したんです。で2011年の5月に、あ、おありがとうございます嬉しいありがとうございます。 それで2011年の5月に志賀さんにあのインタビュー取材をしに教区の時に行ってこうお会いしてからっていう感じで、だからまあ出版とギャラリーっていうのをこうまあ両輪にしながら活動してます。もともと菊竹さんはどういう流れ、今のギャラリーを作るまでに至ったその何か経歴というかはどういう経歴か、大学卒業してからなんかあんまりこう明確にこれをやるっていうのを決めてなかったんですよ。で出版社で仕事をしてた時期もあったりして、はい、で出版社で営業だったんです。でいろんな本屋さんとか回ってて、そうなんです。でなんかその頃は大学にでも戻ろうかなとか、なんかこうぼんやりとしたことを考えてた時に、あの自分がギャラリーを始める前にずっとまあ修行というか仕事してたギャラリーがあるんですけども、たまたまそのギャラリーの求人というかホームページを見たら、あのスタッフ募集って書いてあったんです。でもうそのまんま応募して、入る受かるはずないだろうと思って受けたら入っちゃって、すごいなんか運命みたいな感じですね。そうですよ、だからなんかもう運だけでこう流れて今に至るみたいな感じです。そうなんです。でギャラリー入ってみると本当こう今を生きているアーティストたちとのこの距離感がすごく近くて、いろんなこう話をしながらこう物事を作ってるのがなんかこうすごく楽しかったんですね。でそうこうしてる間に僕とあの似た世代のアーティストたちもどんどんこう活躍してきて、そういう人たちがこう一緒にやれる場所を作りたいなっていうのがあって、自分でやる。じゃあ菊竹さんのところでやる方っていうのは、そのキャリアが長い方とかある程度その著名な方とか、そういう方よりは新進作家の方とか。そうですね、はい、が多いです。あ、はい、そうだからあの本で最初、うん、あのつながってたから、うん、だからあの結構その、うん、なかなか売れないじゃない、うん、何を本屋さんで作品売ろうと思っても、うんうん、価格帯がいきなり違うので、うんうんうん、だからなかなか売れないんですよ、うん、だから、うん、その売りづらいしね、その、うん、こっちからしてどういう風に売っていったらいいかも分かんないってなった時に、うん、あ、菊竹さんがいらっしゃるわと思って話だけでも聞いてもらおうかなと思って、はいはいはい、すごくだから本出版社にもいて本も作られてギャラリーもやってるっていうのはね、そのね、そうそう、経験がすごい、うん、でそのコロナになった時に、うん、その今までのペースでやっててもあんまり
共存とか言ってるけど、うん、まあ、かっこいいけどそんなに力になってないっていう、うん、なんかこう私ながらも焦りみたいなのが あって、焦りっていうよりも自分でどうにかしようと思ったら他にどういうふうにしたらいいんだろうっていう、うん、でいうのがあって、でじゃあその本屋さん、まあ、今どこの本屋さんも結構仙台市内大変、うん、でいわゆる家賃を払うんだけでも閉めなきゃいけないのにっていうような状況があって、うん、でじゃあエイド企画みたいな風な名前にして、うん、でいわゆるエディション切れが切れてしまっているっていうのを、うん、あのユニークで復活させて、で売ろうと、うん、でそしたらちょっとこう軌道に乗るっていうかね、うんうん、このことを知ってもらうきっかけにもなるし、うん、あのっていう意味も あったから、うん、ただその売るってなった時に、うん、そのなかなか自分たちで普段 の本職をやりながらやると、うん、本当はアップアップになってしまうってなった時に、うん、あ菊竹さんがいらっしゃるなというふうに思って、うん、で話だけでも聞いてもらう、はい、うん、でまあ、その時にこうだから今菊竹さんに預けている5点、うん、5点でしたっけの作品、5点4点の、うん、5点の作品はその、もう最初から菊竹さんに預けて、うん、菊竹さんに売ってもらって、うん、やっぱりプロのギャラリストの人は、うん、やっぱりそういうところはやっぱり全然ち、うんうん、すごくうん、違うなという感じは、うん、私も経験上は、うん、なんとなくわかるので、だから預けてっていう風なのはなんかいいなと思っていた、うん、だから最初になんかどう思ったかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、うん、その こんなことをっていう、最初はなあの仲間が仲間を助けている感じという か、うん、なんか日賀さんにとって大事な場所、志賀さんにとっても大事だし、多分あの皆さんにとっても志賀さんって大事だと思うし、うんうん、なんかこうそういう仲間に入れてもらえるならぜひ入りたいじゃないかなっていう感じでしたね。僕仙台大好きなので、あ、なのでそういうなんかこうそういう場所のために一緒にやれるんだったらもうそんなに嬉しいことはないなと思って、もう何もあのやりますやりますみたいな、何でもやりたい、ありがたいですよ本当に。それまで菊竹さんはじゃあ志賀さんとの関係はその雑誌でお付き合いして、そうですね、でこう時々仙台あの志賀さんのスタジオに遊びに行かせてもらったこともあったりとか、うん、なんかこうずっと僕は志賀さんのファンなので、うん、あの追っかけです。あでもなんかこうやってみてどんな反応 ありました、なんかこう反応はあのすごいいいんですよ。で実際その問い合わせもすごくたくさんあるんですね。でなんかこう大事な試みなので協力したいと思いますって言ってくれる入り口は、うん、あのすごい多いんですけれどもですね、反応はとてもいいです。うん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 、なんかそのなんて言うんだろう、こう本屋で売るっていうのをすごい推してるからそのギャラリーとなんかこう、うん、こうバーサス なっちゃうような、うんうんうん、それちょっとこう、うん、やりにくさ、やりにくさ、どうしたらどういうふうに思うのかなとかっていうのも、うんうん、なんか菊竹さんの場合はすごい理解が深いから、うんうんうん、その両方な感じでやればいいわけで、うんうん、それはそれでその宮城でそのあの作品を売るっていうことの流れがあるから、うん、でまあ理解してもらえる、だから今、うん、やっぱり本屋さんで今後ろにあるみたいにちゃんとこう舞台が整えられてるというか、そういう成り立ちというかあの IBPE のこの本丸はそこだっていうのがあって、だからなんかそこに、まあ、仙台っていうのもあって、あと今時期が時期だから行けない人たちに向けて僕がこうなんか動ければいいのかなっていうような気持ちでやってます。だからありがたいですね。ありがたいですね、うん、なんかそのいきなりこの IBPE でアートフェアに参加しませんかみたいな、うん、こうお誘いとかもあって、うん、ただそうするとちょっと違うじゃないですか、うん、だからなんか悩ましいっていうか、うん、そのそれだけこう
なんて言うんだろう、こう、うん、違う、それだけ一人歩きして、一人歩きしてしまって、本屋でもないじゃないみたいな風に、本屋ごと行くだったらわかるけど、だけどそうじゃないから、だからなんかその辺のせ、なんかこう踏みとどまり方と、いやもうちょっとがっていう、もうちょっと住んでるところで頑張ってみようかっていう時に、なんかまあすごいあの菊田さんのような理解者がいてくださると、あの相談もできるのでありがたいなと思ったり、なんかやっぱり我々だとただ本当普段は古本を売ってるだけなんで、この地方都市 でそこに菊田さんが参加していただいたことでものすごくホッとっていうか、ものすごいホッとするよ ねものすごく助かったって思った、私だって志賀さんはやっぱり、いや私もバイバイはね、世界的な作家であり、やっぱりすごく大事な存在であるのに、ちょっと我々のようなこうアマチュアのちょっとチャラチャラとこう関わってもらってたら、いやいや、ちょっと大変ですよねって思って、まあすごくね善意っていうか思いも伝わってくるけど、でもそれはやっぱり責任、アーティストとしてのやっぱり影響力と責任を持ってらっしゃるから、そこにやっぱ菊竹さんのような、それこそそね、売買をするもうねプロの方が来てくださったっていうのはすごくありがたいと思った。いやーよかったと思ったでもその普通のギャラリーで作品を扱うっていうことと、その通常にその展覧会をやる、うん、で今回のそのこういうようなその場合って、そういうなんか どんな違いがあるのかなって、ギャラリーの人からするとどういうふうに思うのかなと思うんだけども、なんだろう、面白いのはちょっとこうそういう仙台でのプロジェクトだし、で作品あるんですけど、こう壁にかけているわけじゃないよ、だからこうなんだろう、秘密のなんかこう持ってる中業して僕はすごく楽しくて、で例えばギャラリーにいろんなお客さんが来て、こう作品を今まで買ってくれている人とかには、こう実はこういうプロジェクトが仙台であって、その作品があるんですよみたいな感じで、こうそろっと見せるみたいな感じのことをするんですね。だからまあなんだろう、僕はそんなに違和感なく取り扱わせてもらえてるかなっていうのはあります。あんまり変わんない。価格がやっぱり違うから、やっぱり途中でなかなか動かないな、売れないなってなった時に、やっぱその価格のギャップ、本屋さんで何十万円っていうものを扱うっていう、結構生々しい。で本もそういう値段のものは当然あるけども、だけどやっぱりその100円の古本から何十万までっていう、そこには結構クラッてするっていうか、なんかこうこの触れ幅は結構こう、クラクラするなと思って、あと見る人からしたら価格帯が開きがあるっていうことはイコールお客様の層というか、お客様が違うんですよね、やっぱり重なる部分ももちろんあるけど、だからそのお客様がこう、ギャラリー行かなかった人が古本屋に、あ、ギャラリーに行かなかった人が古本屋からギャラリーに行くようになるのはいいし、ギャラリーに行ってた方が古本にも屋にも行くっていうのはいいなと思いますけどね。いやだからね、作品ってなんでこんなに高いんだろうってでもなんかこれ結構そもそもなんでって思いますよね。そのすごい、いやこれ本当に ぶっちゃけた話だけど、なんかね、例えばだけど2000円だったかな、2000円でプリントって、まあ、大体1枚、いや2000円ってちょっと安すぎるな、これ多分すごいちっちゃいやつだけど、それだと原価が取れないから、ちっちゃいプリントをなんか2000円ぐらいで、なんか例えば100とか200みたいに作って売るみたいな試みをなんかしてた人とかいたの、外国ですけどね。でそれはそもそもなんで一点物で一点でこんなに値段が高くてみたいなとかって、でその辺って多分かんないけど、どっかでちょっと考え直さなきゃいけないことでもあるなと思う、もうこうなったら。
あのなんかこう自分が今この値段作品に値段をつけてるその理由がね、うん、制作費なんですよやっぱり、うんうん、この日スケジュールがおみんなの立って、はい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 、で交通費、うん、で出てくれた人の、ね、そう、うん、おしゃれ、うん、で、何それに準備にかかった時間とかっていうのを換算してって、うんうん、で大体この辺だろうって、うん、その大体原価、うんうん、でそれを制作してた日にちをこう、うんうんうん、あの例えばじゃあ1日じゃあ例えば、自分の生活費みたいな、うん、バイト代みたいな感じで考えると、うんうん、5,000 円だったりとか、うんうんうん、それいろいろそれで計算してってでこの値段になっているみたいな、うんうん、そこそこすごい分かりやすいですね、うん、そう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 、うん、でだけどその膨大に私なんか特に制作費がめちゃめちゃかかる、うん、その作り方を逆にしちゃってるから何年もかけてとかっていう風にこういう風になってるんだけど、でもやっぱりなんていうかあのもっと違う原理で値段が高くなっていたりもするじゃないですか、例えば現代美術とかっていうことってそのいわゆるもののか物の価値みたいなこととか、うん、でその辺はなんかあんまりついていけてないっていうところがあって、私自身がどういうからくりなのかなみたいな、そうそう、で大体、うん、これぐらいの写真家の人で大体1枚これぐらいだから、うん、あんたもそれぐらいなんじゃないみたいな風に言われて、うんうんうん、あそうなんだって若い頃は思ってたけど、うん、でもなんかその辺が、うん、どこかで考え直さなきゃいけない時もあるのかなって思ったりっていうのは、今誰でも写真が撮れて、うん、何がね、うん、その物の価値っていうものが、うん、そのなんていうかすごい揺れるわけで、うん、膨大な量の画像がね流れてるわけで、ね、流れるし、で本もさその、うん、100円で買ったけど、うん、もうこの本なしで生きていかないっていうような、うん、そういうこともあるわけじゃない、うん、でそれでもその人にも生活があって、うん、生活費を払っていてっていう、そこに金っていう、うん、なんかそうね、この、うん、だからそれ資本主義そのものっていうことだよね、そう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 、どうするのっていうことだよね、このままやってたら、うん、ねもう絶対に先ね行き詰まるよねっていうことがね見えてくるもんね、そうだからやっぱりその作品がいくらで売れてどうのこうのっていうのにちょっとすごい寒気がする、うん、そういう話っていうのが、うん、いやなかなかどうなってんだみたいな、うん、なんか全然ついていけてない感じはあって、うん、というのがすごいもんです、うん、その辺ってなんか菊竹さんとかうん、菊竹さんなんかすごいぶっちゃけた話になっちゃうけど、うんうん、どうして独立しようと思ったのあそうですよ ねだからインディペンデントをどうして選ぶのかっていう、あそうですよね、うん、もうちょっと安定した道もあったのかもしれないけど、わかんない、なんか単純に僕は自由でいたかったっていうのもあるかもしれないですね、うん、リスクが高くなりますよね、リスクなんかそんなの当然なので、別にあの日々なんだろう、歩いては落ちる吊り橋の上をひたすら走ってるみたいな気分ですけどでも全然その方が楽しいから独立したっていうのはあります。その5年間開業されて今までもうやっぱりすごいしんどい時とかあった、あまあなんか例えばその経営的な話で言うとすごいしんどい時期は確かに何度も訪れてるはずなんですけど、うん、あんまり気にしてないです僕は、うん、なんかこうプロジェクトが面白ければ、あとまあ死にはしないだろうと思ってるので、うん、そこは別に特に問題じゃなかったですね。くんごさんたまに生きてればいいじゃんっていう、そうなんだ、全然気にしてなかった、たまに言ってる、何回か聞いた生きてればいいじゃんね、そうなりますよねそうなの、命までは落とせなければいいじゃんみたいなね、はい、とあと何でしたっけ、値段、うん、値段はそうですよね、なんか僕もいろんな価格帯のそんなに1億円する作品とか扱ってないですけど、高いものだと何百万ってするものとかはやっぱり扱っていて、実際販売もしているし、ただそれがどんどん、その何だろう、作品の値段を決めるときってこう本もそうかもしれない、希少本とかもそうかもしれないですけど、こう全体的な相場感みたいなのがあるんですよね、なんかこう
どれぐらいキャリアを積んでいるアーティストで、どういう場所で活動していて、でどれぐらいのものを作ってるのかっていうので、こうなんかもう本当絶対的な尺度はないんですよ。でもなんかこう相場感みたいなのはあって、そこから突然こうグッて上がっていくものたちっていうのは本当こうもうそういう資本主義的な仕組みの中でそうなっているものなので、なんていうかそこで仕事している人間としてはその 100% それを否定するつもりはないんですけど、ただなんかそうなっていく作品を自分が取り扱った時に、こうなんかある程度こうなんだろう、こう注意しないといけない部分っていうのはいずれ出てくるんだろうなとは思ってるところはありますけど、まあでもなんか個人的には例えば作品が一つ40万する50万するとかっていう時に、作品ってやっぱり圧倒的に作り手の哲学だったり思いみたいなものが詰まってたりするものなので、そうじゃない作品で変に値段が つけられてるものも5万と実際存在しちゃってるのは事実なんですけども、そうじゃなくてこうアーティストがなんだろう大事に作ったものがあるとしたら、それって僕は例えばなんだろう哲学書の初版本じゃないですけど、もうアイデアそのものだと思うので、例えば何でしょうね、サラストラ、ニーチェの本がありましたとして、それがいやもう生の状態であったとしたらいくらになるんだろうとか、あ原稿とかね、原稿あるいはもうそのアイデアそのものです。はいはいはい、うん、なるほど。そういうことを考えたりすると、長い目で見ていくと、うん、しかけ、うむっていうか、もしかして世界を変えちゃうかもしれないかもしれないですね。そうですそうです、はいはい、なんかでも、なんて言うんだろうな、そういうことって、そういうなんかこう、なんかこう、結構本当にイメージが溢れて、で、いろんなものが溢れて、で、若い世代の人がこうどういうふうに思ってるのかなっていうふうには思うけど、何を？なんかこう、うん、何かに出会うってなった時に、うん、結構そのすぐ出会えたりもするし、うん、そのなんていうんだろう、こうなんか難しいんだけど、うん、世界を変えるっていうような価値観っていうのは、うん、あんまりもう、うん、信じれないような、なんか私もなんかそうだけど、うん、なんかこうだけどそのかなんていうのかな、なんていうんだろう、こう芸術とかなんか何かを表現するっていうことが誰にでも備わっているそのものじゃない、そのどういうふうにものを言うかとかいうことにも一緒だけど、だなんかそういう表現っていうものが作品ってなった時のその距離みたいなことがなかなか一つの作品っていうのが本当に背負いにくく なってくるような感じがすごいあって、だからその一冊の本とかっていう、だからなんかの意味とか、だからなんて言うんだろう、こううまくは言えないんだけど、だからなんか本屋さんの存在とかがますます大事になってきたりするっていうのが、多様なものがあるっていうことで、ね、そうそうそう、だから それが存在してるからだったりとかっていう、だから一人のアーティスト、一人の芸術家がっていうよりも、やっぱりその連帯だったりとか、っていう風な感じに なってきてるのかなっていう感じはある。だから一人じゃ何も結構できない感じはすごい感じる、ですよ、私は最近。一人じゃ写真もあんま撮らないし、だからなんか結構チームで動いたりして、なんかこれうまくいかないなってなった時に、そのうまくいかないなっていう問題が、その社会問題そのものだったりとかするから、だからそれでそれをクリアしようとする時に、こういろんな方向から考えたりとかっていう時の方が、なんかこう一人でやっている時よりはいいような、でもちろんその孤独っていうか、
そう、それすごい大事だと思うから、うん、そのそうなんだよね、あのどうしても群れれない子みたいなものは絶対あるとしてっていう話ですけど、菊竹さんの仕事の仕方も連携したりなんか協力関係があったりっていうのがお仕事でもあるんですか？あのほぼそれです。あというか僕は作ってるわけでもないし、うん、なんかいろんな人とこうつながることによって連携することによってこうあの、うん、作品がここにやってくるし、うん、ここから先どこかに移動していくし、うんうんね、それと自分の子だったり自分の場所だったりっていうのの自分のその領域の感覚っていうか、そのそれとのそれと連携するっていうこととどういうふうに自分の中では位置づけてるっていうか、そうですね、さっき本はあの本棚で眠っていて開いた瞬間に起きてくるけど作品はずっと起きているっていう話があったと思うんですけど、で確かにこういろんな作品がこう月替わりでやってきてはっていうような感じでやってるんですけど、だからそういうのをずっと見てると、まあ、自分の場所っていうよりもその一緒に仕事をしているプロジェクトを進めている人たちとの場所っていう感覚の方が僕は強いですね。だからあんまりこう自分の場所だからこうしたいああしたいっていうよりも本当こう展覧会ごとにアーティストのリクエストも違うし、見に来る人の反応も違うし、だからこうまあ大きな、なんていう、一応自分の名前があの屋号としてついてはいるんですけど、自分の場所っていうよりももっとこうここで展示してくれているアーティスト、来てくれる人たちの場所っていう感覚の方が強いので、こう僕も日々ここで座ってこういろんな来てくれる人たちをと話したり眺めてたりするんですけど、やっぱこうなんかそこにスッと自分が入っていければいいなっていうのがあるので、さっきのこう困るんだよなくちゃって叫んで帰られたような場所になりたいなっていうのはあります。なんかギャラリーと本屋さんが併設してるところとかたまに、ね、ありますよね。まあ本がちゃらっとあるぐらいだけど、それ日本で海外、うん、いやなんか、うんうん、日本でもたまに、うん、だから僕夢としてはそのカフェバー、お酒も飲めるしコーヒーも飲めるしちょっとしたものは食べれるしってい う, こうレストランみたいなものと、はい、うん、ショップみたいなものと展示スペースとオフィスっていうのが同じ一つの場所にこう垣根なく存在している場所を作りたいんです。おー、いいですね。それは東京家賃高そうだからな。そうですよ。そうだね、なかなかね。仙台で作って仙台でやりたいかも。そうですね、安いね。でもそのシックを出されてるってことは本屋さんとの付き合いすごいあると思うんですけど、はいはい、どんな感じですかと、うん、すごいいろんなこ、ね、うん、あの本屋さんありますよね、うん、毎日イベントやってるとかそういうとこもありますよね。だからあの僕はシックはその大きな例えばジュンク堂だったりこう紀ノ国屋だったりとかでも取り扱ってもらってるし、すごく小さな場所でも取り扱ってもらってるし、あと古本屋さんでも取り扱ってもらってるし、いろんな本屋さんと、で大きい本屋さんだから本が大切に扱われてないみたいな、例えば新刊が来たらこうどんどん返品されてくるっていうようなサイクルになんか幸いなことに入ってなくて、売り場の担当の方とかが割と大切にしてくれているので、こうなんかどこもなんだろう、いい部分だけを見れている感覚はあるとかですね。あとまあちっちゃい本屋さんとか、本当セレクトをちゃんと自分たちでこだわってやっている本屋さんとかとはこう直でのやり取りとかもあるので、そうなるべくこういろいろ顔が見えるような状態にしておきたいなとは思います。本屋さんって東京増えてるんですか？増えたって感触はあるかもしれないですね。でもそれこそあのコーヒーショップと本屋さんみたいな形の姿が結構増えてんじゃないですかね、ここ数年で。
でも本屋さん、いわゆるザ本屋さんっていうとどうなんだろう、そんなにこう一気に増えてるって感じではないか。じゃあもうそろそろ時間がね押してきましたね。未来の話、未来の話あのコロナで結構どうですか、うん、私とかだとあのちょっとその自分で作品を、だからギャラリーがついていないので自分で作品も売ってるっていう状態になってるんだけど、うん、ちょっと売れてないなっていう感じはある。少しある。落ちて。ただなんかこう全然影響を受けてない人たちみたいなのもいることも分かった、うんうん、いわゆる格差っていうのがあるなっていう、うん、でなんか作品をだから売ったり生活したりとか制作してると、うん、そのなんかそのいわゆるすごい資本主義の格差の中に、うん、なんかこう、そうだよね、見えるようになった、より見えるように見えてるか ら、 だからその生々しいところが、うん、そのいわゆる何十万もする作品買う人ってやっぱりすごいお金持ちの人だし、うん、海外のなんか西海岸のみたいな、うん、いきなり多かったりしますよね、うん、でニューヨークは大変か、ニューヨークじゃないんだね、うん、私の場合はなんか、うん、でもそうじゃないですか、写真とかって多いですよね、うん、西海岸でなんか、うん、そので意外とそのヨーロッパとかあんまなかったりとか、うん、なんかそういう傾向がなんかあるんだけど、うん、まあ展示をたくさんした場所がそこだということもあるんだろうけど、うん、だからなんかそのますますそのインディペンデントだからどうやって作品を作って、うん、それを売って行くかっていう、うん、でなんかこう野菜のようには いかないじゃない、うん、こうあの多分その、うんうん、だからその辺はすごいどういう風に生きてたらいいかなって考えるっていう時に、うん、あのいろいろ考えることがあるなと思うけど、うんうん、だからなんか私あのパンプクエックスっていう、うん、その、うん、団体を宮城のアーティストの友達とかでやってるんですけど、うん、みんな映像だったりキュレーターだったり、うん、するんで建築やってたりするで、うん、5人なんですが、うん、あので1人があのそうだ清水千夏さんって言って、うん、メディアテックでもともとキュレーターしてて、うん、でこの小野和子さんっていう人の本をずっと編集して何年もかかって作った本を出版したり、うんうん、まあ、その出版のきっかけがあったのでその団体を作ることにして、で販売元になればいいっていう風なことで作ったりしてたんですけど、その彼女が今一人その旦那さんと一緒に、その人もパンプクエックス の、うん、あの2人とも長崎義智くんって言って、うん、映像してる人なんですけど、メキシコにいて、で文化庁でメキシコにいるんだけど、うん、あのメキシコの版画、うん、いろんな社会運動と連動してる版画の活動がすごくあって、うん、そこをその人たちのことを勉強しに行ってるんだけど、その人たちの例えばインディペンデントブックストアプリントエディションズだから、うん、その写真じゃなくてもいいわけで、うん、そう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 、うん、だから例えばその IBP でその彼らの、うん、版画を、うん、扱うのはどうかとかっていうふうに、うん、なんかこう、うん、そういうふうにつなげていってもいいんじゃないかなって、うん、必ずしも私だけっていうものではないし、うんうん、っていうふうになったら、うん、なんか面白いよねっていう話はしてます、うんうん、いいですね、うん、オアハカでしたっけ、オアハカでね、うん、すごいそのオアハカのアーティストたちが面白いのが、うん、そのとにかくいろいろそのデモをやったりとか、うん、壁画で何かその自分が表現したい、社会に対して言いたいこととか、うん、伝えたいメッセージがもう強烈にある、うん、でそれを、うん、版画にして壁に貼って、うん、で1回のデモじゃ社会は変わらないじゃないですか、うん、で何回も何回もデモを繰り返していって、うん、でその層を広げてったり、うんうん、こういうことを考えてるってことをいろんな人に伝えてったりするっていう活動の中の版画だから、うんうん、それを、うん、毎回毎回デモのたびに作るんだけど、いいね、うん、それが積み重なっていくと作品集になるっていう、うん、だからなんか
そのいわゆる、うん、表現のための表現では全然ないっていう、うん、社会に対して伝えたいことがあるからっていう意味での、うん、あの版画だったり、うん、あとはその識字率がすごい低いから、うん、その全部その国の歴史とか、うん、このこういうふうなことがあったっていうことを伝えるために絵で伝えるっていう、うん、でそれがなんかその街中に貼るっていうことがあって、でそうするといろんな人がそれを、まあ、本当に街中をがそのギャラリーみたいな、うん、街中でインスタレーションしてるっていうような状態が、うん、いいね、そうそう、ベースが路上だ、いいね、にあるから、うん、っていうのですごい面白い、うん、し、なんかなんか日本でね、まあ、でその取り締まる人もいるわけだよね、きっと、うん、でもね、緩いって言ってた、うんうん、取り締まるは取り締まるんだけど、うん、そんななんかこうピリついてないっていうか、うん、でそれが結局街中をすごい盛り上げてるから、うん、それで観光客の人がそれを見たりするわけ で、うん、でしかもそれ次の週に行ったらまた違う壁画になってる、うん、で書く方もタフだけど消す方もタフだっつって、うん、なんかこう書いて消されて書いて消されてて、うん、どんどんその表現が更新されていくっていう、うんうん、で写真に撮らないとじゃあ残んないね、そう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 、うん、でもそのこうでそこのねやっぱ、うん、あのメンタル太いなと思うんだけど、うん、足つくじゃない、そこでサインとかしてたら、でサインしっかり書いといたら、ここは誰々工房の誰々さんが作ってるともう分かる、うん、アーティストの名前をつけていくから、うん、だからあのなんて言うんだろう、日本だったら、ね、その落書きしたらもうなんか、うん、なんか結構痛々しい感じになるじゃないですか、うん、なんて言うの、エスプレ逮捕みたいな、あでなんかこう、うん、そんなにみんなもその壁画求めてないよ、うん、みたいな空気、無関心なね、空気になってて、うん、だからなんかこう、うん、なんかこうちょっとアンバランスな感じでピリついた感じで、うん、壁画を描いても表現したいことがあって、うんね、ハックして壁画描いてもピリついて終わるっていう、うん、なんかあんまりその表現伝わらずみたいな感じ、そうだね、そう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 、だからなんか街中がそういう表現でいっぱいみたいになることもないし、うん、いろんな考えの人がいるなっていうのを街中で知るっていうこともあんまりないし、うん、っていうのを、まあ、メキシコの彼らから学んでるんだけど、うん、私だからなんかそのそういうふうにそのプリントっていうのをまあ、そういう風に使ってる人たちもいるってなったら、うん、なんかそういう風に連携してたりしても、うん、そういうのって面白いっていうか、こうなんかいいですね、うん、すごく私たちもより伝わってくし、メッセージも、うん、そこでな IBP で何をしたいのかっていうことが、うん、その展示してる作品で伝わってきますよね、そう、うんうんうん、単にその志賀さんの作品を売るというだけではないものになっていくとか、そうそうそう、うん、育っていく感じがありますね、うん、だからまずなんか軌道に乗らないとっていうのはあるんだけども、でもそのそういうふうにつながりができて、うん、プリントを扱うっていうことにはなんかそういうことにもつながれるなっていうふうに思ったりして、うん、このフリーリトルライブラリーは、あこれね、うん、そうそうそう、でその IBP をやると同じぐらいの時にリトルフリーライブラリーってアメリカであるんですよ、うん、なんか知ってます、なんか鳥の巣箱みたいなのがドーンって置いてあって、うん、だってそれポートランドかどっかで見たのかな、何これと思ったら本がやっぱ入ってて、うん、でフリーで、ね、開けるの、そう開けるとフリーでまた戻したり、うんうん、なんか自分のなんか増えてったりするらしいんだけど、うん、あもらったり出したりしていい、そうそう、でまた返したりとか、うん、ライブラリーだからさ、うん、でそれでこれめっちゃ面白いじゃんってなって、で、まあ、コロナになって中に入っているものがなんか缶詰になったりとか、うん、なんかお年寄りの人は特に気をつけなきゃいけないから外出ちゃダメだって、うん、毛糸と網棒になったりとか、なんかいろんななんか展開をしてるんだよね、で、まあ、それをちょっと前に知ったから、うん、あのリトルフリーライブラリーっていうのに、まあ、加盟すると世界マップが出てきて、うん、インターネットの中で、うん、どこにありますとかってマップが出てくるんですよ、うん、で日本はね東京で2軒ぐらいあるのかな、あそんなでもそれっきりだけど、そのフリーライブラリーっていう概念は結構たくさんいろんなとこであって、うんうん、翔子さんあの今今日曲線の、うんうん、あの本屋さんの店主さん来てくださってるんですけど、あの翔子さんのお店がある八幡っていう地区では、なんでくるくる八幡ぐるぐる図書館、八幡ぐるぐる図書館っていうのをいろんな店の前で、あの段ボール1個箱を置いて、それでそこに本があってっていう取り組みが
それ持ってっていいんでしたっけ？持ってってもいいし、同じで返してもいいし、うん、何か自分の本を入れてもいい、うんうん、のを商店の店先でそれぞれ置いてて、うん、だからやり方は多分それと一緒です、うんうん、をやってて、そうそう、八幡自体をなんか小さい図書館に見立ててるっていうのはあります、うん、そうだから、なんかそういう 地域に、ね、根ざしてるから、うん、だからなんかそういうのを例えばだけど、うん、インディペンデントブックスタープリントエディションズでやるってなった時に、うん、全部自分たちで作ったジンでやるとか、うん、でそのジンとかっていうのが、うん、そのいわゆるいろんなそのアーティストの、その宮城に住んでるアーティストとか、うん、ゆかりのある人とかがいろんなその歴史とか、うん、震災のこととかに関わりのあるものを作って、うん、でリトルなんかフリーライブラリーの一部になったりとか、うん、なんかわかんないけどそのワークショップみたいなものになってたりとか、うん、なんかいろんなことはできるだろうなというふうに思ったりして、うんうん、おります、うん、翔子さんこの間、9月9日ですよね、1周年だったんです本屋さん、おめでとうございますなんかもう何年もやったみたいな苦労がもうひいひいぜいぜい言って、ね、すごい1年だよね、長かったですね、5年ぐらい経った気がしますなんか出版社の人にもメールで1年ですって言ったらはぁってすごい言われました、なんか 3,4 年はもうやってるって言われましたそうで、なんかあの翔子さんの本屋さんには庭があるんですよ、結構本屋さんの敷地より大きい庭ですよね、うん、3つ分ぐらいのあって、で古い木が立ってて、でそこでそのあのパンプクエックスっていう私がその仲間たちとやってる、うん、あの団体で、あの作品のような、うん、あの机を作らせてもらって、でそこで外で本を読めたりとかっていうようなことをして、うん、でフリーライブラリーもその翔子さんのとこから始めようかなというふうに思ってる、うん、ただまあそれはぐるぐる八幡図書館、うん、とも兼用して、うん、だからそう、フリーライブラリーは結構面白いと思う、うん、っていうのはね、宮城県ってめちゃめちゃリサイクルショップ多いじゃないですか、あの、うん、私に住んでるところ田舎結構あるんですよ、で震災後増えたなっていう感じがあるんだけど、うん、そうで、で異常に安いわけなんかすごい時とかはこのスーパーのカゴにパンパンに詰めて持てたら、持てるだけ持てるっていうのがリミット で100円ですみたいなでそこで私子供服みたいな、すごい全然綺麗じゃんみたいな子供服すごいいっぱいあって、でほとんどだから結局ゴミになるものだよね、うん、そういうものを取引してると思うんだけど、ですごいお得な時があったのでお得な時があったっていうか、まあ近所にいっぱい本当にスーパーと同じぐらいの件数でリサイクルショップがあるので、あちょっと机欲しいなとか、なんか欲しいなとか、撮影の用具で水槽が必要だとか、いろいろあるととりあえずリサイクルショップに行って探すっていう、そういうフローがあるんだけど、うん、でなんかねそこに行くとあまりの安さに、で100円とかってなってくると、それもなんかちょっとこう、なんて言うんだろう、フリーライブラリー的なまた自分の不要なものをまた買ってもらったりするわけでしょ、だからなんかもうライブラリー感覚みたいになってて、でかつ近所の人が用もなくすごい来てるっていう古本屋はないんだけどリサイクルショップはすごいあるみたいになってて、でなんかそういうなんかこう本じゃないものが置かれたり したら、そういうドキドキ感みたいな、ちょっと期待もあるよねなんて言うんだろう、それコロナの時に気づいたけど、やりたいな、そうそうそう、だから自分の新しくものをそのなんて言うんだろう、こう作るっていうのもすごい、まあ、大事だと思うけど、あまりに大量生産、うん、資本主義の、うん、のでこう結構クラクラもしてるから、よくねイオンモールとかに行ってここにある服は全部売れたりするのかみたいな不安になったりとか子供の頃からしてたし、
ここにあるものは全部売れるのかなみたいな、うん、そういう恐怖ってちっちゃい頃から食べ物もね、食べ物も廃棄もすごいしね、だからなんかそういうのがリサイクルショップでここまで巡ってるのを見て値段が100円とかだったりすると、うん、なんかちょっと近いのかなっていう感じで、うん、フリーライブラリーは多分面白いだろうというふうに思ったり、うん、で全然違う話していいですか、なんかこの間この間なんかね、ほんと馬小屋みたいなところでやってる古着屋さんがあるんですよ、近所に。うん、馬小屋ってわかんないんですよ。トタン地で、床はコンクリ流した地面で、うん、あるんだけど、で、であまりに夏暑くなっちゃうからかな、7月8月はお休みなんですよ、うん、でだけど土日は開けてるみたいな感じで、で9月になってまたオープンしたからまた行ってみようって言って行って、うんうん、でね、まあ、店にある値段ついてるのは全部100円ですとかって言われて、それ で私シルクスクリーンをやるのでシルクに良さそうな T シャツ3枚を、あ、これいいと思って買ったわけで、そしたらで会計で330円じゃない、でその時にくじ引いてくださいって言って、なんか手作りのくじダボリに穴開いてるだけのやつくじ渡されて、で引いたら 30% オフって書いてあるの引いて、で240円ぐらいだったっていう、なんだろうと思って、この感じありがとうございますみたいな、なんかこうなんて言うんだろう、今時100円でさ缶ジュースも買えないわけでしょ、そのなんかなんて言うんだろうそのなんかこう物が溢れた先、そうだよ、なんか物が溢れまくった先にこういうことが起きているっていう、でもなんかそのやり取りはちょっとユニークでいいなっていう、あれはあのスケボーパークみたいな、あスケボーパークね、ちょっと私ばっかりしたおしゃべりおばさんなんて大丈夫かな、大丈夫かないや、それでそのスケボー近所にそれでスケボーパークができたんですよ、でそれはオフィシャルなものではなくて完全に個人の人が作った、15年前に作り始まって、でその時に作り始まった時に私はその人と話して、これすごいねって言ったら、うん、定期預金崩したって言ってたのねそこから15年かかって、まあ、土建屋さんの人なんだけど、でこう大きな橋をこうまたいで、かなりの本格的なスケートパークがこの間できて、でも自動販売機もないわけ近くに、なんだけど結構遠くから子どもたち来てたり、かなり上手い人来てたりしてて、ややにぎわってるなっていう感じがあるんだけど、でそこに何にもないもんだから、みんななんかでかいクーラーボックスみたいなの抱えてこう来るわけ、暑い中でそこで水飲んだり飲んだりしてるんだけど、そこになんかね掘ったて小屋があって、でやっぱスケートボードカルチャーって何かが生まれるでしょ、うん、映画撮る人が出てきたり、絵を描く人、音楽したり、いろんなやっぱりその土壌だから、うん、でそこに掘ったて小屋がある、うん、そこからうちが歩いてき5分の家ところに私が住んでいる、これはみたいな駄菓子屋をやるしかないみたいな駄菓子屋じゃないんだけど、そのなんかフリーライブラリー的なことをなんかしなければならないみたいな気持ちに初めてなった。じゃあそこにもしかして本屋さんがあったら最高だよ、最高だけど、ちょっと本屋まではあそこの掘ったて小屋ではちょっとうん、っていうのがあるだろうから、そうそう、これちょっと関係ないんですけどねちょっとじゃあ曲線さんの話しますか、ね、そうね、うんうん、じゃあ IBP か、うん、との関わり、あ、そうそうそう、うん、で最初軌道に乗るまでは、うん、その他の本屋さんにましてや初めて1年未満のもういっぱいいっぱいの翔子さんにそんな言えないと思っててですごい仲良くはしてるんですけど、でだからどっか軌道に乗ったらお話し翔子さんも参加してもらったら嬉しいなと思って、で全然軌道には乗ってないんですがでもなんかこうなんかいいタイミング来たような感じがあって、うん、それでそろそろと思ってお話したら、はい、ぜひっていう風に言ってくださって、であんまり負担をねかけたくないので作品をまあでも展示させてもらってっていう風にだけしてて、で菊竹さんがそのやってくださってるエイドの企画の方はこのまた火星の庭の本屋の近くにボタンさんっていういい
本屋さんあるんですけど、そこの本屋さんにも一応受け取り手になってもらってます、うんうん、やってみてどうですか？結構作品の前で足止める人多いですね、うん、でも、まあ、マゼランと同じように全然 見ない人もいます全く、うん、でも大体は結構ゆっくりされていく方が多いので見ていきますね、うんうん、質問はあんまりされないんですけど、うんうん、静かに見て帰るみたいな人が多いです、うん、うちのお客さんでちょっと聞いたんですけど、うん、なんか時々場所変わってるとかって、うんうん、場所はなんかいろいろ変えてる。どこがいいかなって、うん、なんか模索中だね。日の当たらないでもいい場所がいいなと思って、いろんなところで、うん、壁がちょうど日が当たるところなので、うん、本棚に置いてみたり、ちょっと押し入れみたいなところに置いてみたりしてます、あ、なんか言われたんですか、場所が変わってたので。いや、ほら、うちとか火星だとこんな感じで、うん、固定、ほぼ固定じゃないですか、うん、だから、あ、そうなんだって、なんか新鮮だったんですね、そのお客さんから聞いて、うん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 、そうね、なんか結構他の人の作品も飾ったりするので、ちょっと場所変えたりしてました。うん、そこさんの本屋さんの品揃えはセレクトじゃないですか、はい、うん、だから新刊本ですもんね、はい、その辺も、新刊、うん、そうですね、主に新刊、うん、で何が多いかな、もうシーカとか、あとは思想と美術書と児童書ですかね、うん、主に置いてます。翔子さん面白くて、前にそのメディアテイクの本屋さんで働いてた時に、自分でイベントを結構企画してて、でそのうちすごい好きだったのが絶望ブックフェアっていうのやってて。で絶望に関する本ばかりをこう集めて、で翔子さんが一冊一冊にコメントを書いて、その選手は素晴らしかった、うん、で全部青い紙でね、絶望ブックフェアとか面白いよねと思って頑張ってました、うん、なんかテーマはテーマというか絶望、絶望結構水が出てくることが多いんですよ、そういう話って。だからテーマカラーは青にしようと思って、ただその絶望にも結構グラデーションがあって、うん、なんか本がもう本なんて読めないぐらいの絶望とか、ちょっと読めるとかあるんですけど、そのグラデーションにこの青色をちょっとずつ変えて、水色から紺色までして帯をつけて、なんか60タイトルぐらいですかね、並べてやりました。凝ってるよね、凝ってる。なんかやっぱりその本を売るっていうとなんか嫌ですけど、その手に取りやすい仕掛けを作ることを前勤めたところでは結構やってました。いやでも本屋さん、本売る買う方からするとさ、うんうん、行く本屋さんでなんかやっぱり、うん、買う本はちょっと違うような気はする。一応全部の棚見るんだけど、でやっぱり店主の人がどういう感じかみたいなのはすごい作用されるかも、いっぱいいろんな本屋さん行くと、うんうん、でやっぱり今インターネットで買っちゃうから本、うんだからなんかその辺が結構こう全然違うことになってる、ね、資料としてもうネットで買うしかないっていう本と、うん、やっぱり出会いに行く本と、うん、あとはもうこれは図書館で借りるっていう風になる本と、うんうんうん、もうなんか私本の使い分けすごいあるかもしれない。図書館で2つ図書館使ってるんだけど、1個はその自分家のとこで、でもう1個は別のとこで、
でもう一個別のところの図書館は冊数無制限なんですよ。で結構むしゃくしゃした時にピーっていってもう全部まあ気になったら全部もうカゴに入れて大人がみたいな気持ちになってペラペラペラって見て、でもそれで結構気づきがあったり、絶対自分が取らない本を入れてみたりするとなんか違う気づきがあったりとかしてとか、そのなんかもう本との関わりがなんかすごいある。焼け食いみたいな感じ。そう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 、意外と美味しいじゃないみたいな、ね、嫌いだと思ってたけどみたいな。面白いよね、すごいのとか、うん、でもやっぱ本屋さんは買いに行くっていうのは、うん、自分家に連れて帰るっていう、うん、でその本はどうしたって線をいっぱい線引いて何してみたいな、うん、やっぱそういうものな気がして、うん、そろそろ締めですかね。そうですね、うん、まああとその売り上げの一部でやりたいねって言ってたこととか、うん、いろいろね、まあ軌道に乗ったらっていう話ですけど、うん、ジンのこととか、まあジンだったり、うん、その子供の本の、うん、そのフリーライブラリーももっとこう、うん、ね、供給できるような形だったりとか、うんうん、そうですね、場があるからね、場を使うっていうことをね、場、そうですよね、うんうん、なんで菊田さんもこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞きたいです、菊竹さんのギャラリーね。いつでも聞く。なんかぜひ東京で皆さんの本屋さんとなんか連携した、僕もリトルフリーライブラリーやりたいなって東京で思って、こう実際今ちょっとこうそういうライブラリーを作ろうっていう話は一つあるんですよ。なんかそこで一緒に企画とか考えれたら楽しい。ああ、いいですね、うん、ぜひぜひぜひやりましょう、はい、うん、まあ、いい機会でしたね、 IPP にね、そうで、こうやって一回、うん、振り返って、うん、いや、集えるのがいい、うん、いいと思う、うん、本当に本当だと本当商売がたきなはずなのに、すごい不思議な いい感じで、ないよね。商売がたきはだってなんかさ、パン屋さん同士がこんな付き合いしてないでしょ、例えば。なんかわかんないけど、喫茶店屋さん同士がこんな付き合いしないと思うから、だからやっぱ本を返すとこういう風になるんだなっていう、うん、もうあと本好きは多かったら多いほど嬉しいから、お客さんはもうはしごするから絶対、うん、だって絶対こう、うん、マゼランから教えてもらいましたとか、学生、うん、から教えてもらいましたって人が来るし、うん、ちょっと安心する、それ、うん、なんか知らない人来るとと、うん、なんかやたらと店同士のなんか構想なんかイメージが島嵐みたいな。いやでもなんかうん、でもなんかすごいライバル同士みたいなイメージやっぱヨーロッパの本屋さんあったよ。なんかそうなんだ、わかんないけど あんま付き合いない、こんなに付き合ってるっていう感じっていうか、うん、その構想とかっていうことじゃなくて、うん、付き合ってるっていう、本屋さん同士が付き合ってるっていうのが結構珍しいことだと思うけど、うん、どうです？そうかも、そうですね。なんかさ、ブックフェアの時にだけ会うみたいな感じじゃないですか。今ブックフェアは頭にあったけど、確かにそうですね。でもさ、ブックフェアなんかないわけじゃない、ここは。ない。たまにあるけど、古本市とか。それはやってないしね、そうだね。今はね。そうだ、東京にはブックフェアがあるわ。自分が本好きでやってて、その話できるのってやっぱり生計かけてやってる人と話すしかないよね、うんうん、もういくらでも話せるんだもの、本の話、うん、でもギャラリーはどうですか？旅行のつながり、ギャラリーはあんまないかもしれない。そうなんだ、やっぱそうだね、旅行のつながり、うん、羨ましいです。あ、なんかね、久美子さんが料理が上手でね、そうで集まって久美子さんの飯を食べるっていう、多分それもあるよね。そうなの、みんなそれ目当てじゃないみたいな。絵付けだ、絵付け。絵付けとか言って、でも菊竹さんがね、仙台に来てくださいよ、いつか。そうですね、はい、リアルでしたいですね、トークね、うん、はい、ご飯食べたいです。なんかね、お墓があるんだって仙台に。あ、そうかそうか、 ご親戚がね、うん、だからよく行ってます、うん、じゃあその時はぜひ
ね、うんうんうん、はい、全部また回って回って、はい、志賀ちゃんとご案内します。あと久美子さんが仙台に、仙台あれ仙台にある本屋さんを、うん、はいはい、あの一切合切集めた、うん、あの本を作ってるんですよ、そのメディアテイクと一緒に。それ本当にブックオフとかも載ってるの、全部全部載ってる。そう、それでその写真は志賀さんが本屋を取り下ろすっていうので、なんかうち、あの火星の庭をまず撮っていただいたんだけど、すごいなんかね、洞窟みたいな本になって、うちがものすごい新鮮でした。でその本いつできるの？10月？あ、年度内に。あ、年度内にできたら送ればいい、ね、お送りします。はい、すいません、長々と、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。